今日は、インプレッサ R205 に乗ってみたいと思います。400台限定の最強インプレッサですね。この R205 は、SDI スペック C がベースです。まあね、スペック C 自体がある意味ハイスペックなインプレッサですから、それをベースにさらに、STI の魂を注入した車ということで、特にシャシー周りに力が入ってますし、もちろんエンジン、それから排気系にも手が加えられてます。もともと非常にポテンシャルの高くなった現行型インプレッサですから、プラス100万円ということでね、どの部分に力を入れていくか、いろいろやり方はあったんでしょうけども、R205 は、やっぱりさっきも言いましたけど、公道での気持ちよさと高性能、そっちに重点的に、手を加えたということですね。もう3500回転を超えたぐらいからはものすごい力です。でもやっぱりちょっとこの音かな、ちょっと今日ダメかな。ものすごく左右方向、水平方向にきれいな動きします。敏感なんだけど唐突感がないんでしょうね。なかなか癒しですよね。ただちょっと街中で乗るには、ロードの R という割にはちょっと突っ張り感がありますね。だから、どうしても速度を上げないと車全体としての気持ちよさは出てこない気がします。そうだから、あとはそうね、手触りの部分やね、欲しいのは手触り、肌触り、食感の部分。ここはできてるな。ここの手触りはいい。手触りというか、この応答はいいんですよね、手応えは。というわけで、インプレッサー R205 をお届けしました。パフォーマンスは、文句なしだと思います。それゆえ、土台がねいいがゆえに、いろいろ細かくやりたいなと思うところが出てくる。そういう意味では非常に車好きの金銭に触れる 車ではあるんでしょうね。ここは何も感じなかったら何も感じないで、どうでもええわけですからね。どうでもええっちゅうわけにはいかない。それだけこうポテンシャルを秘めた車であるというのは間違いないと思います。インプレッサの R205 でした。